天達です。本日は育成選手を語ろうでございます。気づけば育成選手の支配下登録ですね、7月末までとなっておりますね。近いです。でファイターズはまだね、今季昇格してないんですけれども、あと支配下3枠残ってるということで、1人2人は昇格するんじゃねと個人的には思っております。そこで育成選手の現状を1人ずつ簡単に語った後で、支配下入りしそうな選手を個人的に予想していきたいと思います。この動画を見た方が1人でも多くね、育成選手の支配下争いに興味を持っていただけますと、とても嬉しいなと、きっかけになったらいいなというふうに思います。それでは本日も語っていく。まずは投手から、松本良大投手ですね。14試合で防御率 4.13、 28.1 イニングでウィップ 1.41、 奪三振は27です。ちょっとしょっぱい成績かなというふうに思います。私ね、個人的にこの選手めちゃくちゃ期待をしていて、オフから大注目だったんですね。さっさと支配下上がって一軍の中継ぎとして活躍というふうに思っていたんですけれども、今年思うように飛躍ができていないという状況でございます。でね、ほんともっともっとできる選手だと思いますので、まだまだ若いっていうのもあるんで、しっかりね、体を作って球速上げて、まずはね、支配下入りを目指してほしいなというふうに思います。お次は斉藤慎二投手。24試合で防御率 3.09、 イニング35、ウィップ 1.34 の奪三振31でございます。紅白戦や対外試合では飛躍しそうな雰囲気ありつつ、あと一つからは敗れていないなという雰囲気がありますね。ただ斉藤投手、とてもまっすぐが綺麗なタイプですし、球速がもうちょっと上がってくれば一軍でも通用するポテンシャルは十分あると思いますので、あとちょっと期待したいですね。とは言ってもこの数字だったら、もしかしたら支配下、今年あるかなというふうに思います。お次は福島蓮投手。11登板で防御率 2.51、 32.1 イニングでウィップ 0.99、 34奪三振ですね。素晴らしいスタッツ。序盤はすっごい無双してたんですけど、最近は若干打たれ気味だなという印象ですが、長身からね、150キロに迫るまっすぐと、で伸びもあるというところで、武器はすごく分かりやすいピッチャーでございます。福島投手に関しましてはね、誰がどう見ても将来のエース候補でございますので、なんだろうな、焦って一軍に上げて中継ぎロングリリーフってよりは、もう王道で先発としてこうイニング重ねてほしいなと。で2年後3年後にね、柱になるような、ブレイクするような投手になってほしいなというふうに思いますね。ファイターズ投手陣には珍しい大型の素材でございます。お次は柳川大成投手。ファームではね、中継ぎとして登板しています。防御率 2.31、 9登板 11.2 イニング、ウィップ 0.94、 奪三振14。スタッツ素晴らしいですね。この数字以上に150キロ超えるまっすぐをバンバン投げ込むという投球スタイルが、一軍でも十分通用するんじゃないかなというふうに思わせてくれます。若くてどんどんね、経験積ませたいピッチャーではあるので、それこそさっさと支配下上げて一軍でまずは投げさせてみると、ビハインドから1イニング任せてみるというのでいいんじゃないかなというふうに思うくらい、ピッチングの出来は育成選手とは思えないぐらい良きです。お次は中山照和投手。4試合防御率 4.5、 4イニングでウィップ 1.25。 登板機会が少ないんで、もしかしたら今怪我とかコンディション不良なのかなっていうふうに思ってるんですけど、去年ね、独立でリリーフとしては無双していたピッチャーなので、スペックは高いと思ってます。150キロに迫るまっすぐとフォークボールと、シンプルかつクオリティの高いピッチャーなのかなというふうに思っていますので、ひとまずファームでね、もっと登板重ねてその結果を見てみたいなというふうに思いますね。お次、山本光大投手。防御率 7.85、 19登板 28.2 イニング、ウィップ 1.6 でございます。オープン戦でもね、登板機会あって、紅白戦対外試合でも、アピールはしていたんですけれども、ファームでプロの壁にぶつかっているというところかなというふうに思います。ウィップ 1.6 は苦しいですね。で本人の適性はね、先発だと思うんですよ、アマチュア時代を見ていても。でもまずはね、チャンスはリリーフからというところで、ファームで1イニングしっかり抑えるという投手になってほしいなというふうに思います。お次は掛木蓮投手。防御率 2.56、 24登板 31.2 イニング、ウィップ 1.23 でございます。最近までね、防御率0点台とすごい好調で、もう支配下候補筆頭だったんですけれども、ここ3試合で炎上といいますか、失点失点大炎上という形で防御率が大幅に悪化してしまいました。で投げてる球もね、球速が140キロに満たないストレートというところで、もしかしたらこうフォームが定まらず苦しんでしまう時期に入ってしまったかなというふうに思います。でもとね、一軍で投げてほしいと、早く支配下入ってほしいっていう声がすっごい多いピッチャーでございますし、活躍を願ってるファンが多いので、もう一回ね、こうメンタルもフォームもピッチング内容も成績も立て直して支配下目指してほしいなというふうに思います。お次、姫野雄也投手。防御率 4.35、 15登板で 20.2 イニング、ウィップ 1.2
10.94 でございますね。まあとにかくフォアボールに苦しんでいるというところで 20.2 イニングでフォアボール20デッドボール1と。で球速もねデビュー当時は155とかね出てたんですけど、まあ、今は140中盤から後半っていうね感じで苦しんでますね。まあその野手から投手に転向した選手ではあるので経験値とかねフォームの細かな点とか難しいことはたくさんあると思うんですけれども、ピッチャーとして考えた時に球速を上げるとか変化球一つえぐいの手に入れるとか、もう糸口が欲しいですね。なかなかね難しいですよね。続いては野手でございます。阿部和弘選手、まあね、俊足の外野手なんですけれども、50試合で打率2割4厘0本塁打10打点盗塁10の OPS1.482 ですね。で去年ね日本代表との練習試合壮行試合かなで起用されるとかだったんで期待は大きかったと思うんですけれども、まあ今のところ OPS1.482、まあまだまだですよね。まあただ2軍でセンター守ることが多いんで守備面での期待は大きいのかなというふうに勝手に思っています。また盗塁10個はなかなか走ってるかなと思います。盗塁死4なんで若干多いんですけど、もう失敗を恐れずねどんどん走っていってほしいなと思います。お次藤田大成選手、育成1位の入団のルーキーですが、今年ファームで出場なしですね。まあ情報が私は見つかんないんですけど、怪我もしくは体作りという感じで、まあまあ支配下デビューは来年以降ですね。ファイターズね意外とこの層といいますか今の10代の外野手っていうのが全然いないので、もう阿部選手と共に将来になってほしいなと、まあ、逆に言うとこの2人が共倒れしてしまうと外野手層が薄くなっちゃうので、まあ、ドラフトで取るとは思いますけど、この2人の飛躍といいますか支配下入りにまずは期待したいところでございます。お次山口当たる選手、36試合2割3分5厘本塁打2本打点8 OPS1.594 でございます。まあ、隠し玉のね身体能力高いよルーキーでございますが、まあまあ片鱗を見せているというのが正しい表現かな。支配下はまだ遠いけれども今年1年2軍で使いたいよねっていう選手だと思います。まあこういうね身体能力高い系の選手っていうのは、まあ、特に入団経緯を見てもねスター性が高いと言いますか人気が出やすいですし、彼自身ねこう周りを盛り立てる素晴らしいメンタルを持っていますので、まあ、今後が楽しみな選手かなというふうに思います。まあでも今年支配下って感じではないですかね。最後はワンボーロン選手、39試合打率2割8厘本塁打5本打点13 OPS は1.691 ですね。まあ、最近状態上がってきて見れる数字になってきたと思います。この OPS1.691 をいいと捉えるか悪いと捉えるか、難しいところですね。この7月ねもう大爆発してもらって逆転支配下をつかみ取ってほしいなというふうに思ったりします。一軍の空気変えるとか一軍の打線を良くするってなると、まあ、やっぱり現メンバーだとワンボーロン選手が爆発するっていうのが一番現実的かなと思ったりしますね。とお話してまいりましたが、今年の支配下予想、まあ、すごい難しいんですけど、まあ、現状では柳川選手のみかなと予想します。で残る2枠は助っ人とかあるいはトレードに使うかなというふうに思いますね。まあ、こんな予想を裏切って7月大活躍そして支配下入りという選手が一人でも出てくることを私は祈っております。まあ、柳川選手はね上がるでしょうし一軍でも活躍すると思うので、それはもうみんなで楽しみに見守りましょう。ということで皆さんの育成選手支配下予想ぜひともコメントで教えてください。今後もファイターズに関する動画出していきますのでぜひともチャンネル登録お願いします。ではまた。